どうもジンです。皆さんフィッシュしてますか？はい、ということで、小島じゃなくて老人ですね。めちゃくちゃ波です。てか人がやばい。今日日曜日なんですけど、もうパンパンです、車。はい、大会のね当日はですね、ちょっと駐車場なんですけれども、このメインのここが本部テントになります。この水道が使える側が本部テント、トイレ側の方は一応開放します。なのでまあ基本的には若干老人でもこの川小島寄りになるんで、こっちのね橋を越えたここの辺りが一番ベストポジションじゃないかなと思います。でここも奥に止めれるんで、なるべくこう手前に止めるんじゃなくて、なるべく奥にね詰めてもらうようにしてください。はい、なんで仲間内でね、なるべく止めてもらった方がいいかなと思います。はい、奥の方にね。はい、一般サーファーも規制かけませんので、まあちょっと混雑するかなと思いますので、選手の皆さんね、その辺ねちょっとよく理解してください。はい、何ですねめちゃいいんですよ。上げてくるとねだんだん良くなってくるんで、朝のロータイドから上げ込みですよね。今日は僕はカーボンで行きます。もう板ないんで、じゃあちょっと行ってきますか。軽くですけどね、エリカちゃんいるんでランドショットもあるかなと思いますけれども。はい、じゃあ行ってきます。はい、未来のプロサーファー、名前は鈴木さんごです。おお、ちょっと緊張が解けてますか、前より。今日は今日ちょっと違うサーフボードですけど。いや、違うサーフボードなんですけど、うんうん、どうでした、乗れた？立てないけど波にはちゃんと、いけるようになりました。いけるようになった。 OKOK、 弟がもう行ってますけど、じゃあ今から行きたいと思います。はいはい、ちょっと後でまた動画撮りに行くわ。はい、ね、頑張ってインサイド練習しとって。はい、はい、おはようございます。おはようございます。こちらは未来のプロサーファーの弟なんですけど、スリッパ履いてサーフィンしてました。なんで、はい、なんで、いや、分からなかった。分からなかった。おう、サンゴ、え、どう？まだちょっと乗れない。何が難しいの？立つの。立たなくていいから、まず滑るの。滑って腕立て伏せまでやってん。腕立て伏せまで。え、立たなくていいんだって。まず見とって。
今からですね、ラウンド2、この F16 ね、これで行きます。これ僕はツインピークス、よく乗ってるツインピークスの、まあ姉妹ボードみたいな感じで、なかなかね、評判もいいんですけど、あった波も小さくなったんで、ファンウェーブしてきます。今日はちょっと海パン、珍しく海パンも暑すぎて、ちょっともう、ほんと限界なんで、ちょっと海、浸かりに来ました。いやー、ゴミがやばいな。見てください、このゴミ。ゴミの量が。痛い痛い痛い。ちょっとね、今昼間のローダイなんですけど、むちゃくちゃ波がいい。ドサンカクの波が入ってくるんですよ。やばい。だからちょっとごめんなさい、今急遽2本ぐらい乗ってカーボンに切り替えます。いやー、さすがにね、今日もね、もう暑すぎてちょっときついんですけど、パイパンだとまださすがにそれなりに暑くないんでやれますね。はい、じゃあ行ってきます。いやー、ついにですね、刺身、ね、ヒートボード完成しました。これはですね、今回ちょっと僕が手作りで作らせていただきました。これはね、前回の分を使う感じですね。はい。ちょっとお店行きましょうか。おはようございます。さあ皆さん、明日の刺身のためにちょっとこのね、もう、半分営業してるのかしてないのか分かんないぐらいですけど、こんな感じでやっております。ともじゃでーす。見てくれ。直った。いや、逆やん。直ったね。直ったかなこれ。大会に向けて直したね。直ったかなこれと、まあこんな感じで明日の刺身ね、こんな感じでこれ刺身 T シャツね、選手の皆さん配られますので楽しみにしておいてください。そして栄えあるウィナー、グランドファイナルチャンピオンは10万ありますんで、はい、楽しみにしていてください。ちょっと夕方また海に行きたいと思います。はい、いや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 ピーピーピーあざーす。今日も来ましたやとどうなんやいと逆光でちょっと見えづらいんですけど、てるくん来ました。ちょっと早すぎ。チャンネル登録よろしく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 。ちょっとまたね、刺身にてるくんちょっと出場しないんですけど、もうわざわざ来ていただいて本当ありがとうございます。会いたくて、君に会いたくて。来ましたよ。はい、あ、今日も来ました。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます、本当に。はるばる。で、そんな中で、はい、ジジ、今日もちょっと持ってきたものが一つある。はい、まあ、もうこれはもういつもの恒例行事というと、はい。はい、いつもの恒例行事ですね。はい、ちょっと一回切ってもらってもいいですか。佐川急便来たんで。申し訳ない。どうする?どうする?ちょっと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 、ねえ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 、ちょっとちょっと気になるな、ねえ、神一人さん、いやいや神一人さん、はい、
今回持ってきたのが、どうしても最近本当にお気に入りのお菓子があって、どうしてもそう、ずっとリピ買いしてるやつなんです。マジっすか、うん、まあまあ、まずじゃあ甘い辛い甘いにいきますか、はい、甘いはこいつですね、じゃじゃん、マジ出ました、パイン味、パイン味、キャラメルコーンのパイン味食べたことがありますない、うわ、これハワイ州観光客公認じゃないですか、ガチじゃないですか、ガチで、で、マジうまい、これ見たことないっすね、マジうまい、マジリピ買い、リピ買いしてるね、湘南くんだりでじゃあ、東ハットさんはもう全国区なんですけど、これ売ってない気がする、本当限定なのかな、多分ね、こっちサイドで、で、はいはい、甘い、辛い、はいはい、辛い、辛いでいきます、やだ、いきます、これはもうね、僕定番してるんで、美濃屋さんの柿ピーの、はい、ピーがないやつね、はいはいはい、あの柿の種、これね、そう、これ前回から出てるんで、そう、これはもう絶対どこに行くときも、俺全国なんですけど我々クラスはで、全国行くときにこれ本当美味しいんで、まあ横浜に会社があるんですけど、あ、そうなんですね、うん、でこれ地元なんだ、そうで、どうしてもこれ食べてほしくって、これいつもこれ2回目で、甘い辛い甘いでもう一度行きたくて、これどうですか、見たときありますか、え、これの、じゃあ、じゃん、あ、成城石井で、成城石井の、え、これでも食べたことない、一粒ゼリー、またこのフルーティー、フルーティーさ、俺こう見えていろんなの行くでしょ、意外とゼリー行くんすね、ゼリーも行っちゃうのよ意外とチャンネル登録よろしくこれ、うん、マジでうまい、本当に7種のミックス書いてあるじゃないですか、うんうん、まあ、いちごレモンリンゴあたりって、うんうん、結構まあスタンダードトマーロトメーロに、うん、トメーロに、うん、ラ・フランス、そこを分かってほしくて、ラ・フランスとトメイトを入れるってまあまあっすよ、そうなんですよ、そうなんですよ、うわ、これ気になるな、シャレオツでしょ、ねえねえねえ、さあ夕方の老人ポイントでございます、さあるいくんです、こんにちは、はい、はじめましてですね、はじめまして、はい、今回ちょっと急に参戦していただくことになりまして、はい、そうですね、急遽ありがとうございます、本当に、はい、こちらこそ、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい、そして受信、そして我らがじゃん、お疲れ様です、お疲れ様です、湘南くんだりから、はい、来ました、湘南から来ました、よろしくお願いしますめっちゃ真面目めっちゃ真面目真面目、ちょっと真面目、いや、ジュシー見せてあげなあかんわ、ちょっと硬いよっつって、硬い硬い、ね、こんな感じで今日温床入ってますけど、まあ明日は台風ネル入ると思うんで、もう少しコンディション上向くかなと思いますけど、まあツーマニューバーは入るかなと思います、はい、しっかりねフェイス見つけてターンですね、さあただいまですね、この刺身オリジナルヒートボードですね、完成しました、こんな感じで、刺身はですね、選手の皆さんに今日はね、いい思い出作ってもらうためにヒートボード作成しております、ここにね自分の名前が載りますのでね、順序よく買っていけばファイナルに行けるということです、はい、ちなみにオレンジが今回はオーバー40シニアですね、白がプロアマ、レディース込みです、でブルーがアンダー39オープンですね、飲みちょっと上がってきましたよ、さっきよりから、いや、開けてみて、開けてみて、え、開けるんすか、え、とりあえずそれだって上から撮ってみてよ、その今立体的だからさ、なんかよく見えるけどさ、外してどうかじゃない、じゃじゃん、どうすか、どうすか、どう、全然ダメやん